さあ、偶然の僕は、ということで今回は初心者向け音出しのやり方という動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回はですね、レッスンをしてまして、他の方に習ってて僕のレッスンに来られたりとかいう方って結構いたりするんですけど、そういう方がですね、ちょっと音出しのやり方とか知らなかったりして、要するにその楽器よく見立ててから何やっていいか分からへん状態で、なんとなく曲吹いたり、なんとなくなんか練習したりみたいな感じで、ちょっと効率悪いというか、ちょっともったいない感じがするので、そういう時にですね、指導してる内容をお伝えしたいと思います。音出しこうやりましょうって絶対的なやり方というのはないんですけど、まあ大体ですね、これやったら効率よくね、楽器のコンディションを整えられますみたいなものがまああると思います。運動に例えるとですね、分かりやすいんですけども、皆さんですね、例えばサッカー選手でも何でもいいですけど、なんかスポーツやっててですね、いきなり試合ってやらないですよね。絶対にウォーミングアップしますよね。例えばその体をちょっとね、動的なストレッチしたりとか、軽いランニングしたりとかして、体をだんだん軽い運動から激しい運動に変えていきますね。それで試合とか臨むと思うんですよ。そういう経験がある方って多いと思うんですけど、でそれをなんでやるかって言ったら、そういうことをしないと怪我したりとか大変なことになるからですよね。でも楽器っていうのはその別に吹いてて怪我とかしないんで、そのウォーミングアップっていうのがですね、結構意識として低い人が多いかなと思います。もちろんそのプロのミュージシャンとかはですね、ウォーミングアップの大切さをまあ知ってますので、入念にやる方が多いです。特に金管楽器の方とかは、例えばライブがあったら入り時間なるべく早く入って、音出しをね、丁寧に丁寧にやってるっていうのも僕も現場で何回も聞いたことありますし、まあ僕自身ですね、結構ウォーミングアップはルーティーンを作ってこだわってやってたりします。でそれはまあいろんな意味があるんですけど、楽器のコンディションを作るもあるし、マインドのコンディションを作るもあるんですね。だから自分がこう集中してパフォーマンスを発揮できる状態に持っていくためのその儀式みたいな意味合いもありますので、この音出しっていうのは皆さんぜひアマチュアの方は特に大切にしていただけたらと思います。で、まあ、内容をねちょっとお伝えしますけど、とりあえずね、まあ、最低限のことを書いてます。これを押さえて、あとはそのいろんなやり方ねあるんで、音出しをしてからやるべきこと、いわゆるロングトーンとかスケール練習とかタンギング練習とかありますね。まあああいうのもまあ音出しに入るかなと思うんですけども、それよりももっともっと基本的なところをお伝えします。まず2つ書いてますけど、まあマウスピース練習ですね。これは、ちょっとね書き足しましたけどね、マウスピース練習というのは、まあ、チューナーで銅の音です。これインシーというのはコンサートキーのことで、僕らアルトサックスの場合だったら E フラットですね。テナーソプラノだったら B フラットになると思うんですけど、これイン C ね。だからチューナーで、これ僕の動画でもよくやりますけど、こうチューナーで今 C の音鳴らします。ちょっと見えにくいですけど、この音をマウスピースで吹くと。このマウスピースだけね、タンギングなしで、これをね、まず最初にやった方がいいです。で、まあ理由はいろいろありますけども、口が閉まってないとこのピーって音ね、この C の音当てられないんですよ。で、まあいきなり C の音当てられる人って結構少ないんで、まあだんだん上げていくみたいなんでもいいです。それは、僕のまたマウスピースの練習の動画がありますので、そちらで詳しく解説してますので見ていただけたらと思いますけど、とりあえず B フラットの音とか A の音を目指してもいいです。で、そこから A、B フラット、B、C ってね、段階的に上げていってもいいですけども、こんな感じでこのマウスピースをピーッと吹く練習、タンギングなしでね、フーで吹きます。じゃあ息もしっかり出てないと音鳴らないし、口もしっかり閉まってないと鳴らないんで、まずここでですね、その吹く前提をね作っていくって感じです。でそれができたら次本体でねつけて音出しするんですけど、本体での音出しはまずやってほしいのは知ってる音を全部吹くってことです。これは今の皆さんが知ってる音だから、全部の指知ってる人は全部の指吹いてほしいんですよ。例えば僕らだったらこういう風に、こんな感じでね、フラジオまで知ってたらもう全部吹きます。ただこんなんいきなり指ね、皆さん知ってない人も多いですから、そういう方はですね、とりあえず下に書いてるような内容をやってもらったらいいです。知ってる音を吹く目的はですね、まず吹き方のチェックですね。あともう一つがですね、楽器のコンディションを見るってことです。で、楽器のコンディションが悪いとどんだけ吹いても出ないとかありますから、そういう場合はもう練習中断して修理に持っていくしかないです。これはもうよく言ってることですけどね。で次ですね、2の ABCD っていう風に割り振りましたけども、この順番で音出ししてみたらいいんじゃないかなってことです。で音出しは吹きやすい音から
やります。だから2の A ですね。指を全部知らない人は ABCD の順番で音出ししていくといいと思います。でまずですね、 A が真ん中の胴からドシラスファミレドとおります。これあの波長長の音階使ったやり方になります。もう一回戻りますけど、 A はドシラスファミレドってこう波長長を逆に吹くと。で次 B はドレミファソラシドって吹きます。その次 C が真ん中の胴から高い胴に向かってドレミファソラシド、 D が高い胴から真ん中の胴に向かってドシラスファミレド。でなんでこの順番でやるかって言ったら、まず真ん中の胴っていうのは音出しやすいですよね。真ん中の胴とか C とかその辺をですね、習うとこから始めたと思うんですよ。最初そういう音を出しましょうって教則本も載ってますよね。そこら辺でまあ吹きやすいですから、そこから下に向かって音を広げていきます。で下の方が出にくかったらちょっと丁寧にやってなんとか出るようにしていくということですね。でこういうのをやってる過程でその吹き方が整ってくるっていうのがあります。で A ができたら次 B 吹いて逆に吹いてみるってことですね。でこれでもっとその音を出しやすくしていくみたいな感じ。低い胴とかがひっくり返っちゃう人がいるので、まあ、そういう人はちょっと軽めに吹いて音がひっくり返らないように注意したりとか、口が緩みすぎないようにとかちょっとこう調整していくんですよ、吹き方をね。で B を吹くと。でその次は高音域ですね。 CD が高音域なんですけども、真ん中の胴から上の胴に向かって上がっていくと。ドレミファソラシド、この時に C のレの音っていうのは、レの音から上は全部そのオクターブ上の音域、オクターブキーを押しますね。オクターブキーを押すと抵抗がかかりますから、オクターブ下の音域吹いてるような吹き方で吹くと息が足りないんですよ。だその分しっかり入れていくっていうことをここでやってしっかり鳴らしていくっていう練習をします。で最後 D がドシラスファミレド、上の音から真ん中の音に向かっております。でこの時よくあるのが、そのドシラスファミレまでオクターブキーで吹いて、でドがそのオクターブキーを押して低いドになっちゃうっていう人が多いんですけど、それ指として間違ってますからね。だからドシラスファミレって来て、で真ん中のドになりますから、いいですか。でここもだから陥りやすいポイントなんですよね。初心者の人はこれをちょっとまず押さえるようにしたらいいかなと思います。はい、それを毎回毎回音出しとしてルーティンとしてやれば、だんだん出るようになってきます。僕の生徒さんでも吹き方に偏りがあって音が出しづらそうな人がいたんですけど、これを毎回レッスンの最初にやってもらうようにしたら音がすごく 出やすくなってますので、おすすめです。下の米印のところですね、これ以外に知ってる音があったらこれ追加してください。追加のやり方っていうのは、まあ、それも自由なんですけど、まあ、ABCD 吹いてから、例えばファーのシャープ知ってたら吹くとか、ソーのシャープ知ってたら吹くとかいう感じですね。じゃあ A から D までですね、ちょっと吹いてみますね。まず A です。で次 B ですね。で次 C です。で最後 D ですね。こんな感じですね。でそれ以外に知ってる音があったら、こういうふうに、まあ、適当にその辺はシャープフラットとか吹いてみたらいいんじゃないですかね。今僕がこうゆっくりめにね A から D まで吹きましたけど、これでもまだね難しいっていう人は初心者にいっぱいいます。そういう場合はもっとゆっくり吹いてください。例えば A だったら、このドシラソだけ吹いちゃうと。でその次に、まあ、そこでまずね音出せるようにして、次ソファミレドとかファミレドとか、そのそれより下の音吹いて音が鳴るかチェック。でここで音上がっちゃう人いるんですよ。そういう人って喉とかね、なんか変なとこ力入ってたりするから、こんな感じです。出にくい音だけ吹いたりとか、吹きやすいところからつなげていって全体的に出やすくしていきますっていう風に、こう丁寧に丁寧にね音出しをしていくと、だんだん出やすくなりますからねっていう感じですね。これをやってる方がね、絶対その後も吹きやすくなります。ロングトーンとか音階練習とか簡単な曲とかね、まあやりやすくなるかなと思いますので、ぜひお試しください。ということで今回は初心者向けの音出しのやり方というのを紹介しました。またですね、日々のレッスンとか演奏活動で気づいたことを皆さんにシェアしていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。あとサックスに関することであれば、何で
でもコメント欄の方に書いていただきましたら随時こういった動画とかテキストで返信していきます。あとスーパーサンクスとチャンネルメンバーシップやっておりますので、このチャンネルの動画が役に立っていて応援したいという方はぜひよろしくお願いします。フォックスの